んにちは。シンガーソングライターの流れ剛です。第188回目の流れの音ちゃんをお送りします。ね、今日は、5月の26日金曜日です。ね、なんかこう違うでしょ、ね、今日の音ちゃんはですね、新しい僕のイルカのお店、ね、シズ、改装したばかりのお店ね、シズでお送りしています。なんとなく違うでしょ、うん、今日はね、僕にとってはね、これから何年間の、まあ、希望のお店ということなんですよね。はい、一生懸命今このお店に力を入れてますよね。ここはね、総武線の亀戸駅から歩いて3分、ね、立地のとてもいい場所なんですね。この近所には亀戸6丁目といいまして、この近所には昼からのお店がね7軒ぐらいひしめいてるところなんですね。まあ、ちょっと前まではあのカラオケ喫茶でも有名だったね、ニューオルゴールさんもね、そういう近所ですよね。もうお辞めになったけどね、うん、まあ本当にこうライバル店がたくさんあって、まあ、僕にとってはねとてもこう刺激があっていい場所だなと思ってね、それなりに、内装とかにお金をかけてね、よくしたつもりです。はい、まあぜひね、総武線に乗ってね、乗ってしまえば亀戸、とてもいいところですからね、近いですから、ぜひ遊びに来てください。はい。で、5月から始めたね、カモン年代別歌謡選手権の、会場もすぐ近くなんですね。うん。これからね、この、カラオケといえば亀戸、ね、カラオケのメッカに、育て上げようと思ってます。はい、で長井の歌ちゃんね、まあこのプレートがあればね、どこ行っても長井の歌ちゃんが撮影できるんですよ、ね、昔のカモンとあんまり変わんない感じでしょ。マイクキーボックスがあって長井剛のポスターがあってね、これからまた頑張ってね、長井の歌ちゃんもね、うん、もうすぐ200回です。頑張って300回、まあそこまで頑張ろうと思ってますね。なあ、今後とも応援をお願いしますね。そしてね、昨日ですか、レコード会社からね、ちいちいね、社用の英語版のポスターが届いたんです。今日ありますよね。このね、ちいちいの社用をね、作曲家の若草先生もね、とても気に入っちゃってね、若草先生の力もあって、7月5日の発売日と同時にカラオケジャムに配信されることが決定しました。はい、でも素晴らしいニュースだと僕は思ってますね。早くこの7月7日ね、ダムでみんながこのチューチューのね、英語版社用をね、歌ってくれるのをね、望んでます。ね。今度の年代別歌謡選手権の8月18日、若草先生と畳崎先生のね、両審査員の先生方の作詞コーナー、いわゆる課題曲コーナーも始めるんですよね。その中にこのチューチューの社用英語版が間に合いました。ね、ダムでワンコーラス英語で歌ってもらいたいですね。間に合いました。本当いい感じですね。はい、まあこんな感じでね、それからまた長井の歌ちゃんをお送りしたいと思います。どうかよろしくお願いします。で、今日のね、お友達コーナー、早速この昼から資料をね利用して
お客さんで大高さんという歌のお上手なお客さんが見えたんですね。ちょっと一曲、撮影していいって言ったら、いいよって言って、で今日の僕の歌ちゃんのお友達にするたらいい、あんだかよくわかんないけどいいですよって言って歌わせていただきました、ね、大高義明さんで、ね、下の演歌部ねを聴いてみてください。夜明けの港、波を蹴散らし進む親父の後継ぐ津軽の海で、男と共同よ、北の修正船、大高さんありがとうございました、ね、
さすがにこの大高さんはね、はい、拳の入ったね、東北町のね、渋い演歌がね、とても上手なんですよね。これからもぜひ歌ってほしいと思います、ね。で、今日の流れのコーナーはですね、前回言いましたけど、僕が初めてカラオケ大会で歌ったのですね、山岡浩二さんの「もうさよなら」ですか、ね、これに挑戦したいと思います。聴いてみてください。もうさよならですか。もうさよならですか。もうお別れですね。あなたと暮らすのはやっぱり足手まといになるばかりですね。ダメな私に優しさありがとう。花が咲き散る間の恋だけど忘れないで。もう耐えられない、もう遠い人なのね。あなた、あなた、さよなら。あなたの胸に熱い涙起きます。恨みの心など私に湧くことさえも許されない恋。ダメ私に思い出ありがとう。花が咲き散る間の恋だけど忘れないで。もう甘えられない、もう遠い人なのね。あなた、あなた、さよなら。あなた、あなた、さよなら。はい、ありがとうございました。もうさよならですか、お送りしました、はい。次回はですね、この人気のある曲ですよね、上演、上演、これをに挑戦したいと思います、はい。吉井秀造さんの名曲ですよね、上演ね、本当にね、あったかくてね、散歩に最高です、ね。ぜひ、昼カラオケシズの方にお越しください。お待ちしております。よろしくです。